チャクラムを持つ宿教とチャクラムはサンスクリットで和を意味する中性名詞であり、チャクラムはその単数四格にあたる。日本ではイクサリン、ヒリン、エンゲツリンとも呼ばれ忍者が使用した。忍術の古伝では平安末期から室町期の各時代にインド圏から断続的に渡えしたソーラが伝承した五神のためのインド武術の中にあったとされる。また天林西洋の持ち物とされ、 天望林や林宝とも呼ばれる。中国の格闘用武器の一種では、風下林及び剣と呼ばれ、また刃をつけていない、鉄林状の大田武器も存在する。真ん中に穴の開いた金属製の円盤の外側に刃がつけられており、その直径は12から30センチメートルほど。投擲武器としては珍しく切ることを目的としている。投げ方は二通りあり、 円盤の中央に指を入れて回しながら投擲する方法と円盤を指で挟み投擲する方法がある。携帯する際はケースなどに入れず右画像のように腕や首に通したり腰から下げるほか円錐形の帽子に差し込む例もある。ヒンドゥー教の神であるビシュヌは上の右手にスダルシャナチャクラと呼ばれる108のノコギリバを持つ円盤武器を持つ。太陽国では チャクリー王朝の象徴として、スダルシャナチャクラを使っており、軍艦機にもスダルシャナチャクラを衣装化したデザインを採用していた。ありがとうございます。